ううくんお疲れ様。勉強ははかどってますかんなんでここにいてゆうかから聞いた。今日ここで勉強してるって。それでどうして何 <laughs> 来ない方が良かったってことレポート行き詰まってるって聞いたから助けてあげようと思ってきたのに。え知らないのその分野 私の専攻なんだけどほんとほんと社会心理でしょ論文とかレポートとか私が去年使ったもの参考になるかなと思って持ってきてあげたんだけどそんな冷たい反応するんだったら持って帰っちゃおっかな <laughs> どうしたのんじゃあ「手伝ってください先輩お願いします」って言ってみよっか。 んただで助けるわけにはいかないでしょうでも助けてあげたいって気持ちもあるのだから物じゃなくて言葉で許してあげるってこと心からお願いしてくれたらこれ全部タただで見せてあげるどう言わせる時点でただじゃないってただよただだって喧嘩ゼロ円だよ <laughs> いいからレポート提出まであと何時間ですか私と口喧嘩してる暇 あるんですかうん、よく言えました。かわいいね、後輩くん。そんなに私に手伝ってほしいんだったら、手伝ってあげます。はい、どうぞ、これ。何のレポート書いてんの真理とは聞いたけど。ああ、これか。私も去年書いたよ、同じやつ。えっ、ー、と、あの先生のやつだよね。ちょっと名前思い出せないけど。 <laughs> 私寝てたからな授業中うーんだって教科書見れば大抵のことはわかるしむしろその授業でさらっとやってその後気になったところ自分でやってそれを聞きに行くって感じだったかなうふふうんそんな感じどんな授業もすごいすごくはないよすごいのはちゃんと授業毎回聞いて 理解して噛み砕いてってやってる人達の方容量はいいんだろうけどまあ大学生としてあるべき姿ではないじゃない私のこういうのってっていうかそんな雑談はいいのとりあえずやろっかうん読んであげるよ先輩大丈夫意地悪しないから 終わったねえらいえらい頑張りましたどうしたのそんなにげっそりして教授より厳しかったそんなことないよただちょっとこう言葉遣いとかまあ論文の使い方とか気になったところを指摘しただけで <laughs> そうかなまあでももし教授より厳しかったって感じるなら私から OK 出たんだもんそのレポートはもう大丈夫ってことよかったね <laughs> じゃあそれ出しに行って帰ろっか出しに行くってえそうだよその先生だよね提出ボックスに入れるんだよ知らなかった <laughs> そうだったんだメールで送っても見てくれるけどあの先生機械系疎いからさワンチャン提出遅れ扱いになりかねないかな 授業で言っってなかった提出方法について必死すぎて聞いてなかったもうそういうとこはちゃんと聞きな授業ちゃんと聞くのに変なの逆になんでちゃんと聞いてるんですかってだっていかに楽に単位を取るかだよ提出期限なんて守ればいいだけだもんそんなとこで点数落としたくないでしょ意外と真面目って真面目ですもうさて あたしこのあと暇なんだけど後輩くんはうんそうんじゃあちょっと付き合ってよああ久々に歌ったちょっと休憩ありがとうカラオケ付き合ってくれてカラオケ好きだよっていうか歌うことが好きうんストレス発散になるじゃん <laughs> 久々に来たそう楽しかったうんそれはよかったうんちょっと前から思ってたんだけどさ後輩くん、ガス抜き下手くそでしょ <laughs> 自分がストレス溜まってるってこともあんまり気づいてないと思うけどいっつも必死に頑張って気配ってってやってそのうち爆発しちゃうよ <laughs> 自分では分かんない。だと思った。だから連れ出したの。<laughs> そもそも、学部もゼミも一緒じゃない私が、なんで後輩君がレポートで大変そう、手伝おうってなったと思う私、後輩君のこと、気にかけてるんだよ。どうしてって、うーんー、それは、好きだから。 <laughs> びっくりしてるまあそんなことは今はいいのとにかく自分のこともっと大事にしてほしいって思ってるの私誰にでもああいうことするわけじゃないし後輩君だから助けたいって思ったのねえ後輩君恋愛とかは一回置いといてさ私のこと好きいい先輩だとは思ってます本当に じゃあさたくさん甘えていいんだよ先輩にうんそれは恋愛的なこうイチャイチャーとかラブラブーとかもあるけどましてくれたら私は嬉しいけどねまあでもそれは後輩くんが私のこと好きかわかんないから一旦置いといてレポートが大変だから助けてくださいとかこういうことがあってつらかったから話聞いてくださいとかさ色々いろいろあるじゃん頼り方ってそういうの 私にしてくれたら私はすごく嬉しいなって思う甘やかしてあげたいし辛さは取り除いてあげたいなって思う <laughs> 迷惑かな <laughs> 迷惑じゃないよかったじゃあおいで膝枕してあげよう <laughs> なんでよ ほら、遠慮しないのおいでうんかわいいね <laughs> たくさん毎日頑張ってて偉いねレポートとかバイトとかやらなきゃいけないことに追われて自分の好きなこととか癒しの時間とかちゃんと確保できてなくてそういう不器用なところもすごくかわいいなって思う <laughs> 今はさ自分のことで精一杯だと思うから私のことは考えなくていい私が後輩君のこと好きって言ったことも今は忘れてていい私がたっくさん甘やかしてあげるから私に甘やかされて少し余裕が出てきたら考えてくれないかな私と付き合うってこと <laughs> ありがとううん 眠たたくなってきたいいよ寝ちゃいなうんフリータイムで撮ってるし私はなんかお笑いでも見ながらご飯食べてるしうんカラオケってお笑い見れるよやらないあ <laughs> そうなんだじゃあ次一緒に来た時は一緒に見よう今はゆっくり寝てください何時に起こしたらいいうん分かったじゃあその時間になったら起こすねおやすみ 今日もたくさん頑張って偉かったまた明日も頑張れるように私がたくさん癒してあげるから